セイヒエロニムスの最後の生態配慮は、1494年から1495年頃に制作された、イタリアのルネサンス期の巨匠サンドロボッティチェリによる絵画である。現在、ニューヨークのメトロポリタン美術館に所蔵されている。小さな本作は、聖、エウセビウスによる3つの外転中の手紙のいずれかに、触発されたものである。聖ヒエロニムスは死ぬ前に、 聖英エウセビウス自身から最後の生体配慮を受けた。通常、聖ヒエロニムスは書斎の中に描かれ、この場面で描かれるのは非常に稀である。本作は制作された時期のフィレンツェでのジロラモ・サボナローラの説教に関連している。一部の学者によって裕福な商人フランチェスコ・デル・プリエゼとして特定された作品の依頼者は実際には フェラーラ出身のサボナローラの追随者であったのだろう。本作と同じ主題は、ボローニャのバロック画家、アゴスティーノ・カラッチが現在、ボローニャ国立絵画館にある作品で、また同じくバロックの画家、ドメニキーノがバチカン美術館の絵画館にある作品で描いている。アーカイブドコピー。2007年9月28日時点のオリジナルより、アーカイブ。 2007年6月23日閲覧、ありがとうございます。